FEC チューンド 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 FM ギノワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送じゃなくて今日は収録放送でお届けしております、はい、お願いします、はい、私たちは今ですね、那覇を少し外れて、名古屋の方まで来ております。来ました、ありがとうございます。はい、今日はですね、まあ、先日も報告したんですが、旧名古屋の、イベントにお呼ばれしまして、はいはい、FM ギノワンの番組のね、はい、うん、名古屋の方まで来ております、はい、そうなんですよ、はい、でこの後、夕方の7時から、ライブイベントあるんですけれども、はい、まあ、その裏側を、今回録音して、皆さんにお届けできたらなと思っております、実は本当は那覇空港からね、はい、ちょこちょこ録音してたんですけれども、はい、ただ今思って、はい、その録音データが、お亡くなりになられたということでなんか iPhone のバグで、はい、結構ね面白い、うん、もういろんなとこ行きました。行きましたね、空港ついてね、でなんかダンサーズさんとウソニコミスキーさん迎えてもらって、うん、そうなんだよ。でね、みんな余命で美味しい味噌煮込みうどんも食べて、はい、でもろもろいろいろあってホテルでもいろいろお話しして、うんうん、25分ぐらいね収録して、結構いいトークできたな。結構いいトークできたよ。なんかそのね、うん、近くホテル近くのなんかよく知らない中華料理のお店でいろいろ料理も買って、はい、でそれを今から食べようってところでちょっとデータが、はい、そうなんです。なんかデータ自体は残ってるんですけど、うん、なんかこのスマホで操作ができなくて。なるほど。だもしかしたら後で復活する可能性もあるから。可能性もありますからね、うん、それそしたらこれどっまあそれはもう後日流すということで、はい、そうですね、はい、だからもう今回はもうちょっと惜しいですけど、うん、せっかくねダンサーズさんと味噌煮込みスキーさんの声も入ってましたが、うん、とりあえずもうこっちから、はい、とりあえず名古屋に着いて、はい、その近くのホテル近くの中華料理で買ったよくわからない料理を今から食べようってところからもう始めましょう。やりましょう、はい、ということで近くのコンビニでちょっと飲み物と買ったんですけど、はい、なんか中華料理屋さんでですね、うん、鴨の頭、そうなんか歩いてたらね、はい、それこそなんか千と千尋の神隠しのあの屋台みたいな、はい、なんかいろんな見たことない料理が並んでて、肉のね煮付けとかで、なんかパッと見はあのガムテープみたいなやつとかそうそうそういっぱいあったんですけど、まあその中から、いろいろ見てた、はい、店長さんが出てきて、うんうん、こう僕がずっと前からやっぱ気になってた、はい、この鴨のすごいな頭、もうなんかめちゃくちゃと頭なんですけど、森光のやつもう、うん、原型すごいね、ちゃんとくちばしと、うん、鼻の穴と目までついてね、目まであって、これどこ食べる、とりあえずかじりついてみますか。とりあえずかじりましょうか。頭の部分、このなんかホワジャンかな、なんかこの中華料理独特の匂いしますね、うん、少し甘い香りもする ね。いただきます。いただきます。噛めない。うん。でもここ皮うまいよ。うんうん。もうあれだ、珍味ですね。そうだね。うん。で、まあ僕ら近くの今こっち何公園でしたっけ？池田公園。池田公園に来てるんですけど、うん、夜はちょっとあの危ないです。危ない。あんまり近寄らないでねって言われたんですけど。うん、今まだ3時40分49分ですので、はい、あのもう珍味こで公園で絶対食べるものではない、うん、今カモでしたっけ、カモの頭を食べてるんですけど、周りには、本当に大量のハトと大量のカラスが、うん、うん、結構あれだね、これ中を食べるっていうよりかは、うん、外の皮を食べる感じなのかな、うん、だと思います。うわ、確かにしょっぱいわ、うん、結構辛いね、うん、どこが食えるんだろうこれ、うん、ちょっと喉のところのくちばしの下のお肉も美味しいですね、うん、美味しい。カラスがずっと横背って見てますね、うん、
こんなカラスとハトが間近にいるとは思わなかったな。タイカ結構チーム食べるじゃないですか。うん、どうですこのカモの頭。大好き。なんかこの皮の感じとか、うんうんうん、まだこの中枢の部分まで行ってないんですけど、はい、結構美味しいですね。このラジオ大丈夫かな。なんでなんでなんで。パーソナリティ2人がずっともごもごしながら時々喋るっていう。真ん中の方行ってみようかな。顎のところね、付け根ね。今俺顎のとこ行きました。めっちゃうまい。うまっ。うまいよね。あの周りは皮が少しこう硬いんだけど、うん、顎のとこすごく柔らかいよ ね。あのディティール細かいの嫌な人はもう聞かないでください。そうですね。結構香辛料強めの、うんうんうん、味付けになってますね。沖縄でも食えるんかな。一応でも沖縄も結構中華多いイメージあるからね。ね、ここまでがっつりなのはなんかないのか、うん、こんなにカラスいたのってぐらいいるんだけど、ね、20羽ぐらいいるけど。この町のカラス全員集まってない今。こんなに来る。なんか沖縄でもさ、これ北部とか名護の方には、うん、そうね、結構いるって聞きますけど、ここまででもでかくないよね。うん、放送事故。なんで？ん？喋ってない時間多すぎ。8秒までじゃなかったっけ？喋ってない時間。いやしょうがないよ。じゃご飯食ったらそれそうなるよ。じゃあ一旦止めますか。一回。あと一個ね作ってみる。うんうん。カモの頭を置いといて。うん、置いといて。美味しい。はい。美味しかったです。でっかい黒札幌。はい。生ビール黒ラベル飲みます。僕はレモンサワーね。いやビールだったなこの味は。中地とか好きそうだね、うん、こういう味うまい。で今度もはい、がっつりです。鳥の足すごいな。これちょっと写真撮ったみたいな。僕の今スマホで録音してるから森光の写真、あれスマホ撮った方がいいよ。もうこれはちょっとすごいよ。ジュラシックパークよね。これでもダメな人は絶対ダメだね。ダメだろうね。いけてる？いけてる。ハリーポッターの杖みたいに持つなよ。鳥の足。じゃあいただきますか。いきましょうか、はい、ちょっと握手しとこうかね今日。そうね、いただきます。もう、はい、でもちゃんと足です。僕もいただきます。うん、なんかんでも皮をしゃぶるって感じだと思う、うん、もはやもうね、うん、甘いね。なんか甘い。さっきの鴨の頭はちょっとこう辛み強めだったんですけど、うんうん、これは結構甘めで、なんかコラーゲンかな、うん、プルプルだよね、うん、なんかいわゆる肉みたいな感じではないんだけど、うんうんうん、プルプルですね。うまっ。うまい。うん、この手のひらの部分すごい肉厚。うん、うん、おいしい。おいしい。うん、今日ギャラリーはね、黒カラスということで大量のね、うん、どんどん増えていってますけど、うん、
でも県外のカラスって襲ってきたりするんでしょ。あ、そうなんだ。うん、まあ、知能あるっていうですね。あ、美味しい。うん、なんかさっきのやっぱカノと違ってこうプルプル食べてるね。そうね、うん。これ地獄放送地獄じゃない？やばいよ。一旦止めようもう。一旦止めるか。もう一回じゃ止めます。はい、ということで、はい、いきなしね、はい、あのカモの頭を食べるところから始まってまいりましたが、うん、あの今ちょうどこうほとんど食べ終えて、うん、まあ、タイガーもぐもぐしながらですけど、まだ足を食べながらですけれども、うん、一応今日、まあ、データが取れてなかったので、うん、それまで何があったかをざーっと改めて言ってきますか。そうですね、まあ、最初のオープニングでも軽く言いましたけど、うん、まず那覇空港を出て、うん、で、モノレールの、あ、モノレール乗って那覇空港まで行って、うん、でそこで中部空港まで、うん、セントレア空港でしたっけ、中部空港セントレア、はい、はい、まで行きまして、うん、で、まあ、あれは出口か、うん、出口から出た途端、それこそ名古屋のダンサンさんと味噌煮込みスキーさんが、うん、あのきんぴらごぼうご一行様っていう、うん、あの A3 用紙の紙を、うん、あの1人1枚ずつ持って笑顔で出迎えてくれて、全く同じ文言書かれてたやつな。本当にあの修学旅行生のなんか出迎えみたいなね、ツアーの人みたいな、2人ともしっかりジャケットを着込んで出迎えてくれて、でそっから上等車にね、でなんかこうその会場、そして僕のホテルまで送ってくれるということで、あの車にいいな、いい上等な車だなって言いながら2人でこう見てたら、後部座席に乗った途端、後部座席にあのあのびっくりしたね、あれね、びっくりした、ドリンクホルダーの方にペリエの、 あの炭酸水、おしゃれ炭酸水が、緑のペットボトルね。見たことないな、中でないんじゃないかな、うん、いや、まあ、あるんだろうけど、飲んでる人は飲んでるんだろうけど、うん、俺らが見たことないのか。そうなんか後ろの成分表にも英語と、そしてアラビア語か、うん、とかいろんな言語で説明書きがされていたペリエがあって、でいただきますって言って飲みながら、はい、でそしたらこう車出発して、はい、でそっからお昼食べようよっていうことでお誘いいただいて、はい、近くの車で10分ぐらいかな、セントリアから10分ぐらいですね、はい、のところに大吉っていう、そのあれはもう名古屋といえば、うん、味噌煮込みうどんだろうということで、美味しいお店に連れて行っていただきまして、はい、美味しかったね、あれやばかったね、うん、その味噌煮込みスキーさんとか皆さんの話からね、うん、FM ギノワンでこう前々から何が美味しいかみたいな話してたじゃない、はい、やっぱり味噌煮込みうどんはぜひ食べてくれってことだったんで、そう、いただきましたけど、いただきました、絶品でしたね、絶品。沖縄はだからイナムズチとか結構白味噌が多いけど、はい、うん、ここはもうがっつり赤味噌っていうことで、はい、うん、で何味噌でしたっけ、八丁味噌、八丁味噌はなんか発酵もその名古屋のダンサーズさん曰く3年ぐらいかかるっていう、うん、はい、結構長めのね、うん、長めのしっかり固めで、でほらがっつり味噌使われてたじゃん最初は、運ばれてきた時、うんうんうん、こう土鍋にグツグツして、うんうん、で意外と味濃いんかなと思ったけど、うん、結構いけましたね、さっぱりとね、いけたいけた、なんかこう塩辛くないというか、うんうん、やっぱこれも味噌煮込みうどん作り慣れてるんだろうな、はいはいはい、こっちの人も、うん、で具は、ま、そのもちろん味噌のベースのだしに、うん、うどんが入ってて、でしっかりなんかコシがある、いや食べ応えあったね、うん、それは煮込むから、うんうん、結構分厚めのというか、ね、しっかり歯応えのある食べ応えのあるうどんでしたね。で具が卵、うん、おこれも卵ポトンと落とした、はい、卵と、おあとは卵、人参、長ネギ、厚揚げ、かまぼこ、はい、きのこも入ってたね、うん、美味しかった、温まりましたねあれね、うん、やっぱあの沖縄よりも寒いから、うん、でお昼頃だったんで、まあ少し日も出てて、あの過ごしやすかったんですけど、うん、それでもやっぱ寒いんで、寒かった、やっぱりいいね、こういうそういう鍋とかこうグツグツ系の、うん、
うん、食べ物グツグツ系グツグツ煮込む系の煮込む系のね、うん、はいはい、食べ物美味しかったですねグツグツ系はもしかしたら俺しか使ってない言語かもしれないんですけど俺はあのグツグツ系かあのジュワジュワ系、なるほど、ね、炒めたジュワジュワ系の炒めるのは炒めたのはジュワジュワ、ジュワジュワ系、ジュワジュワ系、ジュージュー系じゃなくてジュワジュワ系いやいや炒めるものによるだろそっかどっちかって言った揚げた系かジュワジュワ美味しかったですねでもね美味しかったです、うん、で味噌煮込みうどんも美味しかったんだけど、うん、そのセットお昼のランチセットだったんで、うん、あのご飯もついてたんですよねえげつなかったなあれなでライスをその味噌煮込みうどんのだしと絡めて、うん、おじやみたいにして、うん、食べるのも美味しかったな、うん、そして最後のデザートまでついてきて、うん、杏仁豆腐ね、はい、あれこうやっぱりこの味噌のこの味の後に、うん、さらにこうさっぱり、うん、杏仁豆腐で締められたのですごい美味しかったっすねいなんだろうな完成してたよな完成してたコース料理としてあれで1000円しないんですからねそうだね950円、うん、なんか結構沖縄とそこまで変わらないのかな物価的にもかな物価的に、うんまあ、沖縄の食堂だともうちょい安いところもあるんだろうけどでもあの美味しさと、うん、いろいろデザートとかもついてそうねライスもついてたし、うん、最近沖縄の食べ物も高くなってるからね、うん、そんなに県外と変わりないというかいや美味しかったですうまかったね、うん、でそっから、移動して、うん、それこそ一旦会場に入って、うん、下見させてもらって、はい、で会場の方はヤンバル出身の、うん、沖縄のヤンバル出身の方が、はい、切り盛りしている青森王国という、はい、あれはこれ居酒屋になるのかな、宴会場なんか小居酒屋みたいな感じかな、うんうんうん、に、行きまして、はい、でその後僕の泊まるホテルでちょっとこうトークをしてたんですけれども、はい、そのデータは全て消えましたのでいやー惜しいよ惜しいな消えたというかあれはそのなんかそうなんか再生が壊れたのかな再生ボタンが押しなくて、うん、データが壊れてるかも、まあ、なので一度ざーっと20分25分ぐらいのトークを今ざーっと話しましたけど10分ぐらいでやりましたねでも楽しみだね今日のイベントだからねうんどんな感じなんだろう飲みながらもできるっていうことだから、うん、もう僕たちは一応すでに今、うん、お酒を少したしなみながらトークしてますけどお前かっこよく言うねよいやいやいやいいだろたしなみながらいやお前はたしなんでないよ、うん、お前はだって那覇の時点で飲んでたからだってお前はちゃんと飲んでるけど俺は今1杯目の3分の1だからたしなんでるだろ確かにまだ飲みきってないもんね飲みきってないさっきの足と一緒に買ったいやレモンサワー変な表現やめて足そうだけど、うん、足と一緒に買ったけどそうだから、うん、イベント自体は、うん、7時からありまして、うん、今が14時17分ね、うん、あ16時17分、はい、4時半前で4時半から打ち合わせがあって、うん、少し夕ご飯もあの食べるということなのでもう少ししたらまた歩き出さないといけないんですけど、うん、やっぱりあもうみんな集まってるってことだよね打ち合わせだからメンバーはいるとね楽しみだなだ俺ら味噌煮込みスキーさんと、うん、ダンサーズさんにはねもう熱に合ってるし僕はね何回も会ったことありますけど、うんうんうん、あと一人とっておきの人物がいるということで、うんうん滑り王子さんでいいのかな、うんはい、なんて呼んだらいいかなんて本人に会ってから聞きましょうか、はい、あの僕一応今週の火曜日に、うん、その旧名古屋の方に電話出演ゲストさせていただいたんですけど、はいはい、その時ちょっとお話しして、うんはい、なんかあのオープニングではちょっとお三方で喋って、うん、10分くらい喋った後に僕なんか呼び込みみたいな感じらしいんですけど、うん、その時にあの僕が喋りすぎてあの一人漫談状態になったら申し訳ないんであのちゃんとあの呼びますんでみたいなことを、うん、あのそれもあの5分ぐらいかけて今のセリフを今のセリフをとにかくあのなんていうのかな脳みたいに言ってたってこといや脳みたいじゃなくてなんかあのねすごい
無駄って言ったらあれだけど言っちゃってるやん無駄って なんて表現したらいいのかな、なんか本当に打足に打足を打足に打足というかなんか接続詞が多いのかな。まあ僕も電話越しに喋ったことしかないから、うんうん、あれだけどなかなかなくせ者ですよね。そう、本来喋らなくていい言葉をたくさん発する方なんで。でもやっぱりでもおしゃべりって簡潔に物事を伝えるだけがおしゃべりじゃないじゃないですか。確かにその食う時間を楽しまないといけないしね。そうそうそう、でもいいキャラクターはしてて、はい、僕がこういう風な感じでその前回多分僕初めましてでゲスト出演させていただいて、あ、今回の前ね、2回計2回出演させてもらったんだけど、その時に僕ちょっと忘れてたんですけど、その滑り王子さんと喋った時に、クソみたいなトークしてんなって言ってたみたいなんですよ。本人に、はい、でそれをダンサーズさんがあの今回もすいませんクソみたいなトークしてって言って、はい、前回も言ってたじゃないですかって言われて、はい、ああそうだったと思って、あのちょっとちゃんと聞こうと思ってちゃんと聞いてたんですけど、ちゃんとクソみたいなトークでしたね。だって森光の一セリフを5分かけて話すんでしょ。そうそうそう、相当相当だよ。でもいいキャラクターで、僕がこういう風になんかその、いじったりしたの？そう、強いいじりみたいな感じの、なかなかねほら芸人とかだったら、はい、そのまあ冗談交じりに面白くこうやってるんだなで理解してくれるけど、はい、そうじゃなかったらなんか嫌だったりもするじゃん、まあ、人によっちゃムスッとする人もねいるでしょうけどね。そういうなんかいじりも全然こう受け入れてくれるんで、多分今回のイベントのキーマンですね。急なごぼうのキーパーソン、あの人を軸に俺ら5名の中であいつが一番あいつって言っちゃったけど展開していくと思いますよ。キーパーソンなんだ、じゃあちょっともう集合時間10分前なんで、場所を移動して、滑り王子、はい、マスクマンの声を、そうね、皆さんに聞いてもらいましょうか。だから誰の声も俺なんかの声しかもう今まだ入ってないもんね、取ったデータなくなっちゃったから。あんな散々取ったのにな、はい、だからあのお二人にもあのダンサーズさんと三富久美咲さんにも改めてちょっと声をいただいて、この収録中にいよっか、はい、重大報告がありますということで、はい、じゃあそれじゃあ、じゃあ今池田公園から、まあ多分もう5分ぐらいで着くので、そうね、じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあもうこの次にはもうすぐあの、そうね、3名の声聞けると思いますので、はい、じゃあそれじゃあ場所を移します。はい、はい、ということで、今時間が進んで夕方の6時42分になってますが、はいはい、ただいま青森王国の控え室の方にいます、はいはい、もう間もなくでイベントスタートしますけれども、はいはい、残念ながら、はい、あのデータが消えてしまいましたのであの今日一日中、はい、もうラジオ聞いてる人はもうあの全部分かってますので、はいはい、すいませんが、お二人はもう改めてになるんですが、はい、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、FM ギノワンをお聞きの皆さんこんばんは。毎週火曜日夜10時から放送しております、キウナウエの MC をしております名古屋のダンサーズでございます。ダンサーズさん、そしてはい、サブパーソナリティをしておりますみそにこみすきでございます。よろしくお願いします。本日はお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。こそ名古屋ですよ。いや、もうすごく楽しい旅の道中の音源データがですね、なんかデータ自体はあるんですけど、もうあのこうバグがあって開かないということで、これは僕がもうどうにか那覇に帰ってどうにか試行錯誤しますので、はいはい、ただですね、うん、その僕らを迎えていただいたお二人がですね、はい、ダンサーズさんがこの動画を撮ってくれてたみたいな、そうなんですよね、はい、せっかくだからその、はい、や味噌煮込みうどんの、はい、あの時のグツグツの音だけでもあります。ほんの数秒ですけど、はいはい、グツかは分からないけど、はい、じゃあちょっと流してもらいましょうか。動画データいただいたので聞いてみましょうか。はい、お願いします。分かるかなこれ今。あー、伝わらないか。あと1個いただいてますよ。あと1個も同じぐらいの美容数、はい、聞いてみましょうか。お願いします。伝われこれいいなぁ、すごいっす。
伝わらんか。僕の声が邪魔だな。グツグツだけど音も。でもとりあえずすっごいっていうのだけは、うん、はい、すごい素敵な、はい、もう一日だったんですけれども、はい、はい、ということで、はい、まあいや、もうこれからまた、うん、そうですね、本番ということで、ね、こっからまた本番、はい、そう、そう、こっからだからな、そうです、はい、そう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 、はい、もうでもボンボンボン、僕としてはもう名古屋飯を、はい、もうほぼほぼ制覇しましたんで、そうですね、あ、はい、よかったです、うん、味噌煮込みうどんももちろんそうですし、うん、こちらのね、あ、青森王国会場入ってからは、はい、手羽先もそう、世界の山ちゃん、はい、はい、食べましたし、ね、天むすもいただきましたし、はい、ありがとうございます、もれなく美味しかったですね、はい、はい、そして青森王国のあのおかみ、はい、はい、あの、はい、ホタルママですね、ホタルママが、はい、ホタルママが用意してくれた料理もね、うん、もれなく全部美味しくて、はい、今スーツが今パンパンですけどベルトが、はい、大変で、もう本当にもう本当ご飯最高ですね、あ、よかったです、よかったです、うん、最高ですか、はい、はい、また俺今度はもうご飯食べだけに、うん、はい、いやもう本当に名古屋飯を堪能する、はい、そうですね、時間というか、時間で、うん、来ても全然いいなって思いましたが、はい、はい、うん、みんなもね、はい、あのぜひ名古屋に来ていただいて、そうです、そうですね、はい、はい、まあ聞いてる人はもうライブ終わった様子、うんうんうん、はい、はい、でもこんな感じでね、はい、今日裏側をお届けしてるわけですけれども、はい、はい、どうですか、 お二人、まあ旧名古屋を始めてもう4年、はい、はい、ってことですけども、はい、4年目ですね、はい、うんうん、はい、どうですか、この今まで今日、はい、いや、やっとライブやるとなって、うん、その始めた当初は、はい、まさかこんなオフ会ができるなんて、しかもですよ、はい、本当にね、きんぴらごぼうさんお二人がね、はい、こう招きするような規模になれるっていうところだけでも本当にありがたいです、ありがたいですね、すごいよな、できてね、だから私たちももう本当にここまでのことができるっていうのは、うん、当初始めた当初考えてなかったですね、思ってもいなかったので嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、でも本当にこれラジオ聞いてる人わからないと思うけど、はい、今日の会場の機材ほぼあのダンサーさんの持ち込みだからね。持ち込みます。旧名古屋で、旧名古屋の、はい、まあ、これもね、一人やっぱりリモート放送をやってきたおかげでこういう会場でもできるっていう、はい、確かに確かに、うん、それはありますね、はい、そうですね、で連絡はトランシーバーで今日は撮ってますから、はい、そうですそうですそうです、はい、ホテルがね、この青森王国からほど近い、ほど近すぎますけどね、はい、久々、初めて俺このスープの冷めない距離というか、もう本当に手羽先が冷めない距離ですよね、はい、手羽先を熱々で会場に運んでいただきましたからね、そう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 、はい、いやいい会場でした、このあとちょっと、はい、お二人準備もあるということですので、うん、そうですね、はい、本番じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、お二人にはもうライブ直前、うん、ギリギリに、うんうん、どうにか肉声をゲットできましたね、そうですね、はい、よかった、はい、わ、王子の声だけもらってないな、滑り王子のいける今森光いいか、忙しそうだしな、行ったらなんだよや俺に強みに行ったらいっか、いやでも聞きたいけどな、でもガチで忙しそうじゃない、ちょっと確かにもう10分、もう会場10分前で、確かに確かに、僕らね、まあ本当に、うん、会場入り口袖の控え室で休ませてもらってるけど、うんうんうん、皆さんバタバタでしたからね、ね、いや、どれも美味しかったね、美味しかったな、だからタイガは、はいはい、あと僕はこの後だからそのこれもずっとだいたい1時間ぐらいかな、うんうん、待機して、はい、今6時50分ほど、はい、でしょ、18時50分あと30分ぐらい、うん、19時半から始まる、はい、待機して、で僕ら40分ぐらいから出演なので、うん、もういてもあと1、2、3、4あと4時間しか僕ら名古屋にないです、でイベント自体は、はい、あ8時50分まで喜友名ごぼうをやって、うん、でその後、うん、21時からは生放送で、そうウィークリーコンビニラジオを、はい、ヤスさんがやって、はいはい、これは生放送で僕らの肉声届いて、あ、なるほど、はい、でその後で1回、1時間番組が音楽番組かな、再放送があって、はい、その後にこのラジオが流れてるという、そうなんですよね、なっておりますね、だから収録放送ではあるんですけど、うん、もうほぼほぼタイムリーな、うんうん、あ、ほんとめちゃくちゃね、ね、
だから今から今日っていうか今回のイベント全部なあの本当にダンサーズさんと、うん、みそねこみすきさんにですね、うん、スケジュール表も今組んでもらいまして手元にあるんですけど、ね、細かく決まってるんですよ、はい、めっちゃ10分単位で、うん、でやっぱり前のデータはちょうど9時ぐらいからチェックインのところから ね書いてくれてるから、うん、ちょうどこれぐらいから撮ってるもんね、うん、全無駄になるそんなことはないな、まあ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 、そんなことはない、うん、どうにかデータはあるからこれ ね、どっかで、でもまあ、まあ、復活できないなあれな、今日もうまあいいんじゃん、うん、もういい、記憶にはあるから、記憶にあるから話せたし、あ宮崎駿みたいなこと言ってる、あそう宮崎駿が記録より記憶に残しなさいって言ってたから、うん、そうなんだ、うん、誰でも言ってそうだけど、なんか俺いろんなところで聞いたんだけど言ってないだろ、駿があの美術館で写真撮影 NG の理由が記録より記憶に残してほしいから、あそうなんだ、うん、俺なんか幼稚園の頃に弟かお母から聞いた覚えあるけど、ね、それもだから宮崎駿に影響されてるってことか、うん、なるほどね、いやいい思い、いい旅ですね、うん、あと世の中の名言って全部誰でも言ってそうなことだしな早尾のはとりわけ言ってそうじゃん、うん、なんか難しくないというか、まあ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 、にすごいのかな、うん、うん、まあでも名言って大体シンプルじゃん、他に何かある、考えるな感じろとか、ああなるほどね、うん、なんかでこれはなんかほら他の人が言わないさ、まあまあだからちょっとかかってるからなのかな、うん、そのあの名言感がってこと、うんうんうん、ああなるほどね、新聞は人文に変わるとかもちょっとかかってるじゃん、うん、それは名言じゃないけど、名言じゃないけど、ああいうなんかちょっとそのキャッチコピー、ね、キャッチコピー感があるからかもしれない、うんうん、なるほどね、はいはい、まあいいよ名言の話は、はい、俺名古屋に来てまで名言の話俺が振ったけど、いやお前がしたんだ、俺が振ったんですけどどうですか森光さん、どこがなんか一番気になりました、いやアバウトすぎるだろう、何で、いや名古屋の旅です、名古屋でってこと、まだ1日経ってないけど、ああでもなんかそのそれこそこう歩いて回ってる時に、そうトヨタとかも名古屋愛知じゃないですか、はい、これ工場見学もできるって聞いたんで、はい、今回はちょっと行く余裕ないですけど工場見学も行ってみたいなっていうのと、あとはやっぱり愛知といえばあのジブリの、うん、ジブリパークができたんで、あそうなんだ、そう愛知に大きいのところができてこう結構話題になったじゃないですか最近、数年前か1、2年前ぐらいに、だからそこのジブリパークもやっぱ行ってみたいなっていうのはあるかな、うんうんうん、じゃあまた呼んでもらうか、まあまあな、それはできればねお願いしてから、うん、土下座していや土下座してっていうか、いやそれこそだからなんか噂の人かね、トランシーバーが業務連絡が入るかもしれないですけど、はい、どっちでね、はい、いやなんかタイガーどこを気になりました、これ全部、全部は全部だろ下手くそか感想全部が気になった、ああでもじゃあご飯がやっぱり俺は好きだからね、美味しいですね、まあまあまあ、うん、あこのあれに話したかな分かんないですけど、だからそのもうご飯食べにだけ俺今度は名古屋来てもいいかなと思って、ああ、うん、ご飯の旅ね、うん、あとなんかその高速道路をですねダンサーズさんたちと車で走ってる時に、はい、この道路沿いの看板に、うん、あのかつて沖縄にあった担々麺屋さんの看板があって、ああ担々麺一番亭っていうお店、うん、チェーン店なのかな、チェーン店の名古屋店があって、うんうん、それも食べに来たんです、ね、名古屋じゃなくていいだろ、別にもう多分おそらくあっちに名古屋にしかないんだと思う、おそらく九州とかにもあると思うよ、調べないけど調べないけど、だからそれをで絶対お前次名古屋来た時に行かんしな、わざわざ行く、俺は絶対行く、俺もう担々麺一番あっちが好きだと思う、ああそうそうそう、まあまあそんだけのお気に入りだったら確かにいいかもな、うんうん、俺だから一番す、まあ美味しかったけど、うん、俺一番特色あった、特色ないのが好きだわけよあのじゃあいいやつ、初めてそのお店で食べた担々麺の味、ああなるほど ね思い出の味ってことね、そうそう、レンゲとは別で穴あきレンゲがあって、うん、この担々麺に乗っかってるこの辛ミンチを、はい、スープの中に残ってる辛ミンチをすくって、うん、こうライスとかと食べててね、小さい時に、うんうん、あれがすごく好きだったんですけど、しかも担々麺一押しの
ラーメン屋なんて、うん、なんかちょっとイレギュラーじゃない。今沖縄はほら結構そのつけ麺とか、はいはいはい、いろいろこうバリエーション豊富な、うん、あのラーメンがこう、うん、名を馳せてますけど、いろんなね、うん、各お店がありますけど、はいはいはい、あの俺らがだって小学生子の頃まであったやつで、しかも担々麺だけど一強で、あ、まあ、他にラーメンがあったからちょっと俺存じてないんだけど、うんうん、あれだけで、だって俺だから看板見た時ちょっと泣きそうだったもん。まだそれはないだろ。いや、まあ俺本当に好きで、そのラ、もう担々こっちの一番手が、うん、本当にじゃあ一番なんだ。だってだ俺だってわざわざそしたら言わないさ俺、まあ、な、味噌煮込みスキーさんとかにも、うん、その何車で言うほどの話題でもないというか、うん、ってなって終わりだもんな、うん、チェーン店だしな、だからそうそうそうそのなんか、うん、まあ好きなら調べろやって話なんですけど、うん、それをたまたま来た名古屋で、うん、たまたま見つけたっていうのがね、まあ、しかも名古屋に他にも美味しいものたくさんあるし、そうそうそう、じゃあついでに行けるっていう、行こうかっていう、うん、まあ森光の言うように、うん、福岡とかにあるかもわからないですけど、やっぱりどうせだったらね、名古屋に、名古屋の他の美味しい、だ台湾ラーメンとか辛いの大好きだから、うん、ああいうの食べに来るのも全然ありだなって思うんですね。そうだね、うん、確かに食べ物の旅もいいよな、うん、で意外とそのそれこそ手羽先とかも食べたけど結構美味しかったわ。美味しいしペロッと食べれちゃうじゃん、うん、だからなんかこのあなた知らないうちに8本ぐらい食ってたよな。いや8本は食ってないよ。いやいや自分の小皿見た。じゃあじゃあお前のも入れてたさ。俺は俺多分俺2個俺は多分3本かな。あ、そう、そうなんだ、うん、もう8本こいつ8本ぐらい食ってる。そんな食ってない。なんかもうなんて表現したらいいかな。手羽先ってだから、うん、骨の部位がその 4ぐらいになるじゃん。だから3かな、3か、身の部分が2本と手羽の部分がこう、まあちっちゃいけど、うん、あれひとまとまりでついてる、あれが重なって多く見えるだけ。ああそういうことか、うん、まあ3食ってて4かな、うん、食ってて 8本はさすがに食ってんよ。俺証拠の写真迷ったもん。俺写真撮ろうか。いや俺もすごいなと思ってこんな盛るんだと思って。あ美味しかったね。美味しかった、うん、だからその食べ歩きとかにもいいよね。そうだね、うん、スナック感覚でというかね、うん、おつまみで食べますよって言ってたしね。で本当にあの5秒で手羽先食べれる方法みたいなのも伝授してもらったの。あれいいなマジで。沖縄でも使えるかな。沖縄の手羽先でもいけるんじゃない。だからその何熱々の時の方がほぐれるよって言ってたけど、うん、そういう煮付けとかでもいけるんかな。うんうんうん、いけるかも、うん。俺この手羽じゃない方の付けね、うん、本当にこの手羽の手羽元の手羽元もともと体にくっついてる部分の方の軟骨を取ると思ってたわけで、はい、ああなるほどね。そ一番その手羽の 先っちょのを結構ごとむしり取ってたから、うん、あっちむしり取るんだって思って、ちょうど関節の部分をね、うん、全部関節だわ。いやいや関節1個しかないだろ手羽先に。全部関節だろあれ。この手羽元もこっちもこっちもこっちも全部関節だから。えあれ 2個部位じゃないの。違うあれはだからで、だからもう関節がもう3つ以上あるわけ。1,2,3,4でこっちにいっぱいあるわけ。いやだからでもつながってる関節は1個しかないじゃん。ああなるほど、ね、他は切り離されてるから、はい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 、あれがなんか美味しかった。あれあっちを取るんだって思いましたね。そうだからもう簡単ですよ。真ん中から関節からブリッと取ってもらって、うん、あとは根元かじってグーッと引っ張る、うん、でパッケージにも書いてたしね。ねあれ食べ方親切にやってくれて、でもこうならではのその地元ならではの食べ方で食べるとやっぱより美味しいね。うん、うん、味噌煮込みうどんとかもさやっぱりこっちで食べるからより美味しく感じるというか、はい、沖縄料理もそうなんだろうな。沖縄のビールとかも、うん、オリオンビールとかもよく言うじゃない、沖縄で飲んだ方が美味しいみたいな。いやよかったな、うん、美味しかったな。もうそろそろイベント始まりますけど、うん、今日のイベント的には、まあ、トークも挟みながら、うん、漫才のコーナーも僕なんかありますんで、はい、15分ぐらいか漫才
なんかせっかくだからあのデータが消えて、うん、その近くの公園でラジオ収録してたら二人でラジオ収録してたはずなのに信じられない量のカラスのギャラリーが集まってきた話もするか。そうだね、うん、あれ何話ぐらいいたかな、から F ライブのお客さんぐらい、そうだな、30くらい、30-40話ぐらいは、最低でもそんくらいはいたよ。でもなんか県外のカラスってこの攻撃してくるとか、うん、なんか飛んできて頭にこうつっついてくるみたいな、なんかそういうことも聞いてたから怖いんかなと思ったけど、なんかそんなことなかったね。もうだからあそこの公園にいるってことはもうだから、うん、頭がいいんでしょうね、賢いんでしょうね、餌がこうもらえるっていうのが分かってるから、はい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 、僕らがこうむしゃむしゃしてたらこうグッて群がってきましたからね。ハト、うん、もで沖縄ででかい鳥って言ったらやっぱ結構ハトじゃん、街中で見る、うん、全然カラスの方がでかいんだな。いやもう大きかったよな、あの間近で一気にあの数近づかられたら、うん、それはちょっとおじけづくな。そうね、あんな鳥、ハトもいたけどハトカラスに囲まれて、俺なんか二人で鳥の頭むちゃむちゃ食べて、うん、怖いよな、なんかな、カオスのあるよね、カオスの。まあ共食いではないけど、うん、親戚目の前で食べられてみたいな、そうだな、血の遠い親戚食べられてみたいなね。美味しかったですけどね。電話ですね、お店の電話が、ね、お店の電話が鳴ってます。今お店のね控え室にいますんで、出る？俺なんかが忙しそうだから。確かに。いやもう触らない方がいいしね。いやそりゃそうだろ。触れてるわけないだろ。しばらく電話の音をお楽しみください。はい。では鳴りやみました。取ったのかな？反対側でね。うん、いやでも名古屋のここら辺の街は夜はあんまり一人で出歩かない方がいいって言ってたんで、うん、うん、僕はもうイベント終わったら少しお酒だけ買って、隣がねお酒屋さんなんでお酒一本買ってホテルに帰って寝ますけど、大河は だからそれこそ深夜バス移動なんでしょ、うん、どんなスケジューリングなの、こっからは。もうこっからは、うん、その生放送まで終わったら皆さんお見送りして、はい、でもう名古屋駅までダンサーズさんと味噌煮込みスキーさんに送ってもらって、うん、僕がちゃんと夜行バスに乗ってプシュってドアが閉まるまで、はい、見送っていただくっていうスケジューリングですね。でそっから夜行バスに乗って、はい、乗って、うん、金沢に、金沢に行く前も、はい、その何個か県をまたいでいくんだよね。なんか行ってたね、僕と時間があんまり散る詳しくないんでわからないんですけど、うん、3県ぐらいこう縦にこうまたいでって、うん、いわゆる日本海側の方まで、はい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 、石川県の金沢の方まで行くということになってますね。だから何時に着くって言ってたかな、6時朝かな、うん、もう本当に明けてないはずね、まずその朝に着くって言ってましたけど、うん、起きれるかな。まあでも終点でしょ、おそらくかな、それもいや分かんない、だから終点じゃなかったら起きれんかったら怖いな。もう青森ですとか言われたら津軽海峡ってもうヒッチハイクで帰ってくるしかないんじゃない、青森まで行ってたら。いやもう実費でまたバス乗るでしょ。いやバスでも間に合わんだろ金沢。もういや間に合わなくても、あ、まあ、その場合はもう確かにな、飛行機、ね、青森のから一番近い飛行機乗って、うん、もう帰ってくるしかないよね、手段は。でも金沢やっぱ結構名古屋も夜になると冷えてきてるけど、金沢もっと冷えてるはずね。なんかだいぶ寒いらしいですね、うん、もう先にこのオードブルの2人が行ってるんですけど、うん、あの
めちゃくちゃ雨降ってて鬼寒ですって言っときましたね。雨も降ってるんだ、はい、俺なんかが名古屋に来る前も雨降ってたみたいだけど晴れてたんで、うん、晴れるんじゃんこのままの感じ、この流れだとね、うん、晴れ続けてるよ。だって沖縄も俺なんかいる時降ってないでしょ。はいはいはい、勝ちってことじゃん。勝ちだよ旅。データが消えた以外はねデータが消えてなかったらこんなギリギリまで喋ってないんだから、もう惰性のトークしてないんだから、こんなデータと引き換えに天気かまあそれなりに大きいもん動かしてるんだ。そしたらそうだな、何が問題って目の前にあるのに開けないっていう ね、なんかあのもどかしさね、なんか嫌な感じだよな、うん、この感じ。しかもキャンさんとか皆さんにちゃんとこのあの何あのライブの裏側流しますみたいなのを満を持して言ってしまったがために、もう培ってきたのが、うん、培ってきた30分がパーになった時の悲しさね。あの池田公園、そうよ、はい、愛知県の池田公園で見えなくなった時の悲しさね、うん、ただ俺なんかが2人で珍味食ってあとはデータ消えましたっていう話をあの永遠としてるだけのラジオだからね。もうやだこれ、なんか聞いた人みんなもうなんか悲しくなんないかな。でももうデッドラインがね、もうイベントも始まるからもう本当にギリッギリなんですよ、うん、今撮っとかないといけないそう、もうこれ以降どっかで撮るということがもうできないので、うん、これはもうやらないといけないですね。そうですね、うん、だからそのなんかもうどうしようか、数字とかだけ数える、もうっていうか終わるか終わって残りの時間はもう音楽流してもらうかそれでもいいかもしれないですね、うん、だってあとまあ金沢に行った後僕はその麻雀のね、はいはいはい、大会が、うん、はい、日本、沖縄県代表で、はいはい、行ってきますので、はい、で僕は名古屋で一泊古着屋をとか、うん、なんか名古屋城とか一人で見て帰ります誰か来れる人来てくれるといいね。今これ沖縄きのラジオ聞いてすぐにでもパッてお金出して、うんうん、名古屋に来てくれる人がいると。そうだね、うん、友治さんとか来てくれるんじゃない？いや来るか、友治さん来ても一緒に回らんだろ古着屋、古着屋両都とか来てくれるんじゃない？いやー来ないだろう、両都来ないかな、うん、両都今電話したら取らないかな。あ、両都に電話してみようか、ちょっと電話してみよう最後に、もうあと 9分もないですから。あ、でもダメだ、両都さん何俺なんかの放送中別裏番組で喋ってるから多分。1時間だったっけあれ、あ1時間じゃないか、30分だから大丈夫じゃない？ あ、じゃあいけるか、うん、終わってるもんね、うん、一回聞いて、うん、あ、それか、うん、松に電話してみる。あ、松健さんに電話してみようか。そうそう、金沢俺ら明日行くけど今どないなってるっていう、はいはいはい、それ聞いてちょうど終わりぐらいだ、ね、うん、そうだね、それがいいかもしれない。松田健吾、はい、松田健吾、木曜日のこの時間帯話してるオードブルの松田健吾さんにつないでみたいと思います。はい、出るかな、出るかな。これみんな今聞いてますけど、これ時間軸ごちゃごちゃになってますからね今。そうですね、はい、ライブ後に聞いてますが、はい、今は7時11分です、はい、19時11分。あ、出ないかな、出ないパターンか。あ、出ないな、出ないね。そしたらあと一人ボー君がいるけど、元氏電話してみる。ボー君、元氏の LINE 友達登録してる、してるかな元氏もしかしたら、でも麻雀打ってるっていう可能性もあるよね。可能性もあるね、大会の前の日だから。あれ、さあ、あ、はい、もしもし、もしもし、はい、元氏、はいはい、今どこにいる？今金沢駅一人？いや、健吾
も言いますよ。あら、ケンゴ兄さんいるんだ。ケンゴ兄さんに代わってじゃあもう。はい、はい。お疲れ様です。はいはい、お疲れ様です。今金沢どんな感じですか？気温とか。気温はたくさんです。確かに今すごい風の音入ってますね。風あって今雨降ってるからめっちゃ寒いよ。そうなんだ。体感的にはどれぐらい？沖縄の体感的には真冬か。真冬の北谷の海辺ずっと歩かされてる。あ、寒いな。で風が冷たい。極寒じゃないですか。でも僕はあの意外に厚めのパーカー着てるって一応僕は代謝があれなんで言ってますけど。なるほど、はいはい、元氏はちなみに今どんな格好してます？元氏なんかあのグレーのなんかニットみたいなパーカーずっと着てます。あ、ちょパーカー着てるんですか？着てる。半袖ではないんです。下元氏は下は半袖。今日下は半袖。嬉しそうに言わんでよって言っといてください。はい、あんまり嬉しそうに言わないでって言っといてください。嬉しそうに半袖って言わないでって。なしです。いや半袖って聞かれたからさ、半袖って答えるだろうって言いました。怖いな。ちょっとごめんなさい、今あの FM ギノワンの今日の放送の収録をしてて。ああ、そういうことね、はい、はいはいはい。この明日僕が金沢に行くんでどんな感じかなっていうのをちょっと聞いてみたかったので。なるほどね。なんかご飯食べました？金沢で昨日着いてまず金沢カレーを僕食べまして。金沢カレー、はい、ちょっとあの味が濃いビーフカレーっぽい感じでこう上にとんかつが乗っていて、あら、であのサイドにあの刻みキャベツが添えられてる。あれがね美味しかったです。めちゃくちゃ。なるほど。キャベツ最後にカレーにちょっと絡めてこう食べて、さっぱりしていいですね。いいですね。よかったです。元氏はコーラオンリー。元氏はコーラですね。ああ、そうかそうか。はい、ちょっとよかった。充電が少ないんであんまり長電話しないでもらっていいですか、ね、僕の携帯からかけ直しましょうかね。あ、大丈夫です。あのもうそろそろこっちも収録あるんで、はい、じゃあ、あ、OK です OK です、はい、明日のじゃあちょっとじゃあ、はい、大会の明日じゃあまた、はい、そうですね、あの周りとかでタイガーさんよかったらあのちょっと僕、はい、あの食事とショッピングしたいんでちょっと付き合ってください。行きましょうか。じゃあありがとうございます、はい、じゃあ助かります。じゃあまた明日、はい、お会いしましょう、はい、お疲れ様です。森口様と沖縄帰ったらお会いしましょう。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ということで元氏がちょっとお怒りでしたね。そうね、はい、ちょっとあの俺の電話にかけてきといて変わった挙句いじるばやっていうちょっとなんか感じが出てましたね。うん、元氏さんのあの悪い感じが ね、はい、やっぱり禁句なんですね。ちょっと NG かもしれないな。ではもう一応ほら、はい、どうぞ一応編集データだから一応今のところ、いやいや、もう松にのところ以外はもう ないことにできるんだけど。いやいや、それはもうでも もうしょうがない。しょうがない。まあ、編集も大変だし、ね、編集も大変だし、時間ないからさ。確かに確かに。まあまあ。泣く泣く流そっか。うん。うん、ということで、はい、お届けしてきました。キンキンピラピラお星様ラジオ、杞憂なごぼうスペシャルということで、うん、ライブの裏側までを。そうですね、すいません、はい、なんかこうごちゃごちゃしてて、ね、何が何だか分からない放送になってたらすいません。逆に分かりやすかったかもよ。あ、なるほどね。データが消えたっていうだけを多分俺らこの50分近く晒してるからな。とあとカラスとカモの肉を食うっていうだけの、うん、意外と分かりづらいのかな、うん。まあ、僕もねちょうどこれ夜行バスに乗りながら聞けるかもわからないので、はいはい、聞いてみてちょっと反省点をいっぱい出る。そうですね、いっぱい出ると思うよ。とりあえず終わりましょう。とりあえず、はい、はい、終わりたいと思います。来週はですねまた帰ってきて、はい、本局から生放送予定ですのでよろしくお願いいたします。お願いします。ということで「キンキンピラピラお星様ラジオ」来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に代わってお仕置きよ。アデュー。